はい今回はデヴィ夫人のとことん非常識で呆れるニュースこちらについて考えてお話ししていきます今回もよろししくお願いいたします。 まあこのデヴィ夫人というのは、ねまあ、有名な、まあ、芸能人、うんまあ、なんでしょうけど、意味が分からないなと思うんですね。でこの人ってまず何者なのかという話から入っていって、えまあ、今回の,、まあ、なていうのかなニュースというのは本当にあの、まあ、非常識すぎてえ言葉をまあ失うなと、まあ、そういった話なんですね。 デヴィ夫人というのは、まあ、芸能界で活動されているんですが、まあ、有名芸能人ということかもしれないんですが実はですね、過去に、えーあのまあ、着ている服装ですね、まあ、服装というか厳密に言うと帽子なんですが帽子にあるワッペンがついていたことがあるんですがこのワッペンがですね、ゴーストアーミーと、まあ、呼ばれるもので、まあ、米軍がですね、まあ、その第二次世界〇〇の時にあの、まあ、編成した特殊部隊の、まあ、つけているものということです。 情報のの拡散をまあ仕事にしていたものつまりデヴィ夫人というのは CMA の関係者であるということがわかるんですね。有名な芸能人とかそんな話ではないんですよ。うん、で、えー、まあ、そういったあー、まあ、人間であると。で、えー、いろんな時にですね、そういう、えーまあ、話に出てくるまあこのデヴィ夫人ですが。 今回のこの非常識で呆れるニュースっていうことは、まあ、お金の話なんですよ。でもう、この自分が CMRA の人間だからか、な、ま、ん、あ、だか知りませんが、言ってることがもうね、理解不能、むちゃくちゃだなと思う、まあ、そのニュースを考えていきます。デビ夫人はあ、2023年5月まで代表理事を務めていた一般社団法人の資金を持ち逃げし、他の理事のトラブルになっている、非常識中の非常識じゃないですか、資金を持ち出してるわけですよ、持ち逃げしてるってね。 でまあ、その一般社団法人の名前がアミーチェ・ジャポンっていうみたいなんですね。よくわからないんですけど、でこのモナコに本部を置く慈善、まあ、団体アミーチェ・ソン・フロンティエールの日本支部アミーチェのななんかかちょっとわらないね名誉顧問。 がモナコの,、まあ、そのアルベール2世と全然よくわからないんですけど、まあ、そこの、まあ、お金を持ち逃げしたっていうことなんですよ。でこれ,これっていうのは、まあ、な何かっていうことなんですが社交パーティーで集めた金銭を国連機関に寄付する、まあ、その団体みたいなんですが。 デビ夫人はあのウに、まあしあの、ウに、ウを訪問したときに支援するとか、まあ、そんなことをまあ言ったんですが、ウっていうのはね、あのそ有事のウねウウとロのウです。で、その時にですね、不透明な資質がまあ問題になったと、うんの、何してんのかなって感じじゃないですか。で、デビ夫人は帰国してから、ウの渡航費用、まあ、そういったものを、このアミッチェからあ、まあ、捻出しろと言ったっていうことで、ね。 でウニ行ったのは、デヴィ夫人の、まあ、単独行動、まあ、自分のことなんで、このアミチェのお金を使うとはあ関係ないし、そんなことは言われていないしで、えー、どこにもこのアミチェっていう言葉が出てこないっていうことなんで、そんなお金はまあ使わせないっていうことなんですが、まあそうは言っても、3月のその理事会で、えー、まあ、今回までということで、350万円は支出を認めたということなんですよ。 しかし、そのデヴィ夫人は次の理事会でも渡航費用、現地の食費などを追加で事後請求してきて、だから、あのね全然この名目にないものでお金を使っているのに、お金を請求するってのはおかしいじゃないですか、その例えば代表だっても。でじ、言ったらしいんですよ、代表の私がお金を自由に使えないなんておかしいとかってね。 で他の理事たちも、自己決済はもう受けられないとかっていうと、またデヴィ夫人が、代表の私がお金を自由に使えないなんておかしいとかって、会社ではないからね、この、まあ、なんの団体がちょっとよくわからないんですけど、一般社団法人っていうことはね、代表だってお金自由に使えないじゃないですか、しかもそれがね、ちゃんとした名目のものであるんだったらあかもしれないんですが、でこのアミチエとこのウの、まあ、金額600万に上ったっていうことでで。 デヴィ夫人がこのアミチェの会員に対して、えー、ね、えー、メールを送ったのかなあその会員の人に対して非難して、えー、無関係な、えー、まあ高有力とかあまあなんかの活動 活動の関与をしてきたということで,でその、ね、会員の連絡先に勝手にその活動してくるのもおかしいし、でその結果ですね、デビ夫人は解任されることになったってことで、まあ、当たり前じゃないですか、お金を全然違うものに使って、あとはね、その勧誘したりって理,理解不能じゃないですか、で、最後になるのかわかんないけど、デビ夫人は1788万円の。 残高がある団体名義の通帳、印鑑を、まあ、返さないで、理事たちが返還要求したら、デヴィ夫人は、えー、弁護士を通じて返却しませんと答えたって、意味がわからないですよね、普通に。 そのあのあ団体っていうか、それのとは違ったものに、えー、お金を使った、さらにですね、えー、なんかそのそこの職団体、職員になんかそのね変な勧誘をするとか、でさらにねそのその団体のお金をお金というか口座を持っていて、お金を返さないと意味がわからないじゃないですか、か完全にもう非常識なんですよね。うん でこれ、えー、先ほど1788万円の通帳にお金を入っているので返却しないっていうことは、えー、これっていうのは資金持ち逃げの疑いがあるわけですよ。だからこれが問題になっているんですね。デヴィ夫人は、えー、まに、あ、行った時に、えーね、自分のその、えー、まあ何か何か使ったものを、こ,この、ね、団体からお金、まあ、を使ったんじゃないかとかって言われてう、だからもうこの人ってはっきり言って意味わかりませんよね。も,もうなんか、なんだろうか。 言葉が通通じじなないいいと思うんでですすよ普通に考えておかしいじゃないですかしゃだってその,その団体の名目でないものに行ってお金をね、えーそのまあ、経費なのかなで落とせとかっていうのもおかしいしその団体内でその謎の勧誘活動をするのもおかしいしでその団体の代表をしてるんですその口座とお金を預かってるのはあれかもしれないんですがそれをね、えー、解任されたら返さないとかって完全に非常識でもあきれてもものが言えないなっていうことなんですよ。 で僕の、これはちょっとね、えーまあ、個人的な話で皆さんも思われるかもしれないんですが、デヴィ夫人ってお金持ってるように見えるじゃないですか、テレビとかで。僕はテレビ見ないかわ分からないですけど、なんかセレブってるじゃないですか。全然お金ないでしょ、普通に。うん、だってこの、ね、その、うに行った時のお金もそうだし、実際お金あったら、解任されたら、うん、口座とか多分返すと思うんですよ、口座とかお金を。うん、で、ねえー、返さない。うん、だからお金を持ってるように見せてるけど、実はお金があないんじゃないかと思うんですよね。別にいいんですけど、そんなことは。 でそのデビィ夫人っていうのは先ほど最初の方にお伝えした C‐A 関係者っていうことなんで何かを多分ん、まあ、勘違いしてるんでしょうねだから、えー、自分はなんか何をやっても大丈夫みたいなことを思って,て今までは大丈夫だったのかもしれませんが明らかにおかしいですから。 そんなななこと通るわけいいいじゃないですか、えー、っていう話だと思うんですねだから、あのまあ、皆さんも思われるかもしれないですが、このデヴィ夫人みたいな、この意味不明な人、非常識の人間、本当になんかもう、なんていうの倫理観のかけらもないような人間、道徳観のかけらもないような、そんな人間が、えー、テレビで、えー、持ち上げられるわけじゃないですか、そのデビなんとかとかって言ってね。うん、日本のテレビのレベルの低さっていうのも、本当にあ,の、まあ、あっきれてものが言えないですよね。 だから、あのこのなんていうのかな、団体で、団体とは違ったもので、そのうに行ったあにもかかわらず、そのそこにいったもののお金を、まあ、不当にだから団体に要求してるわけですよ。で、えー、解任されたにもかかわらず、1700万円もの資金を持ち去った疑いっていうことで、これ、追及する案件だと思うんですよね。うん このデヴィ夫人というのはなんかよくわかりませんけど、このアミチエとかっていうものをなんか私物化してたのかもしれないですね。うん、で、最終的に、えーまあ、そのお金を持ち去っていったと、うん、非常識すぎてあきれますね。ちょっとこのニュースが出ていたんで、まあ、あのちょっと取り上げてみました。 このデヴィ夫人の正体というのは、先ほど最初の方にお話ししましたが、ゴーストアーミー、うん、あの第二次世界○○の時の特殊部隊、偽情報の拡散をする人間ということで、こういったことから多分重宝してテレビに出てくると思うんですが、お金を持っているように見せかけて実はお金がなく、で最後はですね、預かっていたその、ね、通帳、現金、それを返さずに、まあ、持ち去っていった疑いがあるってね、本当は呆れてものが言えないと。 まあ、そういうニュースについて、えー、お伝えさせていただきました、まあ。リスナーさんもこういった話、興味を持たれる方、ちょっといらっしゃるかなと思ったんで、えーまあ、何かしらお役に立っていただけることがお伝えできれば何よりですということで、えー、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。